ハロー、桜パシアンです。ラブアルティス実況プレイ始めてまいります。で、寝ようと思うんですけど、その前にちょっとお知らせしなきゃいけないことがありまして、実はパート41にあたる部分を撮ったんですけど、こんな感じで、写真もないのかこれ。そうかですね、こっから先のやつも進めたんですけど、マイクの音声が入っていないっていう出来事が発生しましてね。このミッションのやつはなんか取れちゃってるんですけどね。そうか。まあ、ですから、この先のイベントちょっと知ってる部分があるので、新鮮なコメントというわけにはいかないんですけれども、まあ、ちょっと、いわゆる問い直しですね。頑張ります。おはようございます。おはよう。今朝も、日差しがきついですね。そうだね。体調に気をつけて。はい、先輩も。こんな会話もさっき収録したんですよね。最悪だ、本当に。さて、まあそんな最悪な感じをですね、このマジカルパワーもう使っちゃいましょう。あれなんですよ。マックスアップ。話題が溜まっていない時にこそね、こういうのを積極的に使っていくのがいいというふうに考えましてね。マジカルルーレット。さて、今回は何が出てくるかな。テニスウェアとか当たりチャンス。おお、いいのが来てほしいけど、頼むぜ。おおー、マジカルムーブ。え、マジでミラクルキック。やったー。ありがとう。スペシャルヒット、ありがとう、ユミナ。全部ラッキーデージュが上がる。この話題袋上がりづらかったですからね。こういうのありがたい。マジカルエンカウントミラクル。そう、フリーイベントも何個かこなしたんですけど、真面目と確かスポーツについてのことだったんで、このイベントは初めて見るんですよ。おー。え、結構似合うじゃん、テニスウェア。先輩、これ取りたい。マジで取りたい。はい、大丈夫ですよ。どうしようかな。でも4つなぁ。いや、気にすんな、気にすんな、そんなこと。またどっかで集めればいい。とりあえず写真が撮れればね、これは満足するから。じゃあ、趣味について。カメラのアクセサリーにも名前付けてるんだね。はい。だって、みんな私の拙い写真を支えてくれる大切なお友達ですから。なぁ、自分の、今持ってるキャプチャーボードにも、なんかそういう名前付けた方がいいかななんて思いつつ、それ LGX2 って書かれてるんで、L 君っていう名前にしようかななんて。小説って結構エッチな描写があるよね。何を言ってんだお前は。確かにある時あるけどさ。そうですね。ドキッとはしますけど、恋すれば自然なことだし、大丈夫です。まあまあ、そういう描写ならいいんだけど、冷たい校舎の時は止まるっていう、小説があるんですけど、そこにはなんか、普通に遠行している描写がありますからね。そういうの見ると、ああ、ええー、みたいな風に思ったりしますけれども。さて、ラッキーはどんどん溜まってるけど、右のハートもちょっとやばいことになってんな。褒めましょうか。クリスタって、文学少女って感じだよね。そんなこと、ないです。そうなの？読むのが好きなだけですから。それを文学少女って言うんだけどな。この会話初めて見ましたね。こうして話してると楽しい。まずいまずい、ハートが、あー嘘だー。そんな話ばかりされたら失礼します。嘘だ、嘘と言ってくれ、バスター。いやー、クリスタのテニスビア取りたかったなー。ジクショー。ああ、仕方ない。次の機会を狙うか。とりあえず話題を貯めておきたいから、中等部行こう。まあ、高確率でクリスタ出ますからね、これ。クリスタが出るか誰もいないかですから。はい。ああ、普通に貯めるか、話題。待って、全然話題が実らねえんだけど、これどうしよう。運動からかな。スケートってどれくらいできる？普通に滑れるぐらい。
バックはできますよ。すげえな、もう自分一直線に進むだけでも精一杯なのに。すごい、実は運動神経いいんじゃ。そんなことないです。小さい頃からやってて慣れてるだけですから。まあ慣れてるってのはあるでしょうけども、それでもスケートそんだけ滑れるってすごいことですからね。本当に羨ましい。クリスタってその意外と胸あるよね。いや確かにそうだろうけど、それを本人の前で言うか普通。え、そうですか。ママがすごく大きいから。遺伝するものなんだね、そういうのって。まあクリスタは 2,3 年経ったらなんかセクシーな女の子に成長しそうですけどね、言うて。そっか。言わんこっちゃね、右のハートがやばい。てか会話が実らねえ。やばいくらい実らんぞこれ。図書室の本の整理を手伝うなんて偉いね。ううん、そんなこと。いつも図書委員さんのお世話になってますから、少しでも力になれたらって。ほんといい子ですよねクリスタ。で、右のハートが溜まるから、あ、もう、どうしようか。これでいいや。もう多分これで終わるんだろう。アッピーリバーシュがあんなに強いとは。次は負けないぞ。いつでも受けて立ちますよ。先輩のアッピー、みんな焼き鳥にしちゃうんだから。怖い。もうみんな鳥貴族に送られちゃうよ、そんなしたら。黙っちゃったよ。失礼します。自分からアッピーを丸焼きにするとか焼き鳥にするとか言っておきながら逃げちゃったよ、この子。校庭で体育ですね。よし行くか。あーてさて、とりあえずどんどん話題をね詰めていきたい。さて、おラッキーができるじゃないですか、これ手つないだらどうなんだろう。手つなぐコマンドはあのさっき取ったやつには出なかったんで、ちょっと楽しみだな。どうしよう、こっちからいっか。スノーボードの腕前はどれくらい？なだらかな斜面をゆっくり降りる程度です。スピードが出ると怖いから。そっか、スノーボードって自分やったことないんですよね、実は。なんかできたら面白そうではあるんだけど。にゃらば、食べ物の話しましょうか。クリスタの好きなフルーツって？白桃が好きです。みずみずしくて。どこまでも白いのが好きな子なんだな、この子は。ああ、なんかクリスタっぽいよね、白桃って。そうですか?あんなに丸々としてないと思うけど。いや、まあ確かに丸々とはしないだろうけど、でもなんかピュアな感じのね、あの白いフォルムは普通にね、クリスタの色と合うなーなんて思いながらね。割と増えるんだなこの話題。上のハートがね。じゃあそうですね、あー褒めましょうか。じゃあクリスタの体操服姿可愛らしいですよね。先輩、そんなに見ないでください。ごめん、つい恥ずかしいですから。やばいぞ、未流のハートどうなるこれ。わーお、素敵な話これ。本当にそう思ってんの。あーどうしようかなーこれ。そうだ、どれにしよう。あーでもどれにしようかなー。触れるにしましょうか。触る場所は今回ここ。どうして？いつも一生懸命なクリスタを褒めたくなった。先輩ありがとう。なんかいいですよねこのねえ、なんか結構マンザーでもなくなってきてる感じが。話ばかりされたら
失礼します。照れちゃってこの子のってな。ストーリーイベントが発生してますよ。もうか。いやでもここは中庭行きましょうか。話題袋をちょっとね、話題袋ってなんだ。話題をねちょっと詰めておきたいから今のうちに。はい。ラッキーがもう少しでたまりそうですね。んじゃあ勉強話から。ファッション誌って読む方？そんなには。可愛いモデルさんを見てもため息が出るばかりですし。なるほど、気遅れするって感じかな。なんか可愛らしい反応だな、まったく。うーん、3つつなげられるやつがないからな。これでいこうか。ネットの動画でよく見るのって？料理の動画を見ますよ。なるほど。世界中の料理が見られて楽しいです。そういうのが見られるのもね、なんかね、動画サイトのね醍醐味というか嬉しいところではありますよね。じゃあプライベートについて。新章風景か。そういうの意識したことないからよくわかんないんだよな。よく見る夢とかないですか？そうさな、友達がね、夢に出てくるときとか一時期よくあった。まあね、あとよく見る夢って言ったらね、なんか、割と自分が痛みつけられてる夢を結構見た。なんか、手足切られたりとか、歯が折れたりとか、そういう夢はちょこちょこ見たような気がする。うまそうなもん食ったのに味がしなくて、夢かよってのはたまにあるけど。私も夢は味がしません。だよね。そういうところで夢じゃないっての若い時ありますからね。なんというかそのなんか夢じゃない時って頬をつねればわかるっていうのあるけど、あれって案外本当でしてね、実際に夢の中でつねても全然痛くないってなって、あ、これ夢だって分かったことありますからね。さて手をつなぎましょうか。安心します。わお、まんざらじゃないみたいですね。で、右上ちょっと溜まっちゃいましたけどね。そうさな、せっかくですし写真も撮りましょうか、このタイミングですし。あ、はい、いいですよ。じゃあどういう感じで撮ろっか。どんなポーズをすればいいですか？じゃあ噴水前に座るのはどうかな。あれでもあれだな、立たせるのがいいか。噴水正面と噴水そば、あー、そばにしよっか。 はい、やってみます。これでどうでしょう。よーし、撮るよクリスター。よし、まずはこうやって、ツイッター向けに、じゃあ、ちょっと待ってな。ちょっと移動する。んで、どうしようかな。こっちから撮った方がいいか。で、そうそう、こうやって、あー、いいかもいいかもいいかも、これで。ちょっとズームしようか。下のベンチが映らないようにしてな。で、こっち向いて。そう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 、いいよいいよ。あ、ダメだ。もう一度言ってください。こっち見て。あんまり変わらなかったな。じゃあ、あ、ダメだ、ちょっと待って。もう一度、あー、いいかもいいかも。これが意外といいかもな。おいて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 おい、それをそのまま込めとればいい。じゃあちょっと待ってな。こう下からね、あえて噴水を取らずに、この木のある方向に、そう、こんな感じでね、やって、で、ここでモノクロフィルターを発動させる。で、撮ってみる。あ、いいんじゃないこれ、意外と。で、これ全身写してあげて。かわいいよ。
本当ですか？本当だよ。クリスタめっちゃ可愛いもんだって。でちょっと近づいて、ああいいねいいね。で、今度はこの噴水側を撮ってみようか。でこうやって、ベンチはちょっと映らないようにちょっと角度とかを考えてあげて、ああそうそうそういいねいいね。ポーズ変えて。あ、ダメか。すみません、聞き逃してしまって。ああいいねいいね。もうちょっと近づこうか。でこうやってこう。あ、なんかいい感じじゃないこの写真ねえ。じゃあこうやって、でモノクロはここで解除しましょうか。よし、 OKOK。 で噴水のこうやってな。あー、どうしようかな。この状態からこっち向いて反応するかな。あ、今なんて、あー、これがあれか、限界のところか。なるほどね。 OK。 じゃあこうやって笑って。あー、かわいいな。ここまで、あー、近づいてるな。結構いい感じいい感じ。ちょっと手で見てよ一回。かわいい。あー、チャイム鳴っちゃった。先輩すみません、それじゃあ失礼しますね。いやー、でもいい写真が撮れたわ。あ、かわいいなこの子。これね、ねえ、ほら、あー、いいねいいねこれ。でこれと、どうしようか。横向きで見た場合では、あー、まあ得点高いやつで選ぼうか。これですね。 OKOK。 でそうさな、あとはこれとこれか。であとはこれとこれ。あー、これもいいね。 OKOK。 他には、あ、こんなもんでいいか。これはなかなかいいの撮れたんじゃない。これにしてもこれにしてもね。うん、いいと思ういいと思う。よし、じゃあ終わってと。あー、あー、こんな感じで入るのね。じゃあラウンジ行きましょうか。お、クリスタ、ハッピーリバージやりませんか？お、ほう、いいな。帰り討ちにしてやるぜ。負けませんよ。なんか王でなんか変なストンキョの声出しちゃいましたね。失礼しました。先輩、早く早く。このまま行くと角を取られちゃいますよ。こんな感じで撮れますね、写真。強い。全部焼き鳥にされてしまった。まだまだですね、先輩。こうしてクリスタとゲームを楽しんだ。ああ、今度はこっちが丸焼きにしてやる。さて寝ましょうか。で、次土日ですからバイトですね。行きましょうか。そうそう、昇給とかあってもいいと思うんだけどな。らっしゃっせー、カリガリソーダ20匹っすよ。はは、先輩、あれ、あれ、あ、クリスタ、どうした、そんなに焦って。だってだって、こんな季節に板チョコが山積み。なんでだっていう話だけど、そんな板チョコ頼むことってあんのかってな。あー、あれな、300枚あるぜ。300枚、まさか、あれって、そう、定期的に SNS をにぎわす噂のご発注だよ。すごい、初めて見ました。ああ、お客さんが喜んでくれるのはいいんだけど、この暑いのに溶けやすいチョコをどう売るか、店長は頭を抱えてるよ。大変ですね。ご発注の張本人だし自業自得なんだけどね。 10% 引きじゃ全然売れなかったから、いっそ 50% 引きにするって今ポップ書いてるよ。50%?
10枚買います。10枚いいの？冷蔵庫に入れておけば溶けないですし、お菓子作りに使えますから。大丈夫なのかな、市販のチョコレートで。あの市販のチョコレートって意外と溶けにくいから、業務用のチョコとかがいいんですよね、そういうのって。チョコケーキ作ったり、チョコクッキー作ったりして写真に撮ります。ああ、カナリみたいに被写体に。はい、助かるよ。あ、ポップにお菓子作り支援みたいな文字入れてもらおうかな。いいと思います。お菓子作りが好きな女子って結構いますから。よし、店長に言っとくよ。じゃあ私の分取ってきますね。ありがとう。半額なんて大助かりです。お菓子作りが好きな子っていいよな。お菓子が作れるだけで、その女の子に対する株価はもううなり上りですからね。男子ってのは単純なもんですよ。さて、ラウンジでイベントあったっけ。これと言ってないんですよね、言うて。さあ寝るか。じゃあもう一回行きましょうか。バイト。あれ、つらこ？らっしゃっせー、チャイルドフラッグ準備ですよ。お兄ちゃん。あ、ユミナ。兄の働きぶりを覗きに来たよ。休みなのになんで制服なんだ。今日はね、休日練習だったの。そっか、暑い中頑張るな。お兄ちゃんもバイト頑張ってるね。せっかく来たんだから、なんか買っていけよ。うん、もちろん。一番安い商品って何？あ、多分梅スティックだな。あ、あれ美味しいよね。サクサクのふわふわで、10円だなんて信じられないよ。もう、もろにあのお菓子のことですよね。あ、コーラがあったらエンドレスだ。わかるわかる。よし、奮発して3本買っちゃおうっと。取ってくるね。3本買っても売り上げは30円だけだけどな。やっぱそういうのって利益とか度外視ですもんね。同じようなやつで言ったらブラックサンダーとかもそうだと思うんですけども。これといって誰もいないな。まあただブラックサンダーの方がね、値段に対して原価はそこそこ安めだと思いますから、まあまあどうなんでしょうね。でもやっぱり梅スティックの方がね、損はするんじゃないかなってくらい、数円ぐらい。あ、高村さん。おはよう。そのおはよう。それじゃあね。なるほどね、ちゃんとおはようって言えるんですね。いいイベントが発生してますよ。お、来ましたか。そう、このイベントはまだ発動して見たことなかったんで行ってみましょうか。どんなイベントが待ってるやら。あ、あそこで写真撮ってるのはシャッターチャンス。どんなチャンス。あ、かわいい。夏空を撮ってるのか。集中してるし、声かけずに行こう。そんだけ？そんだけだった。まあいいや、中東部行きましょうか。まあいなかったとしても別に。ああ、よかったよかった。これたまにいないって出るときありますからね。さて、他の話題もどんどん上げておきたいけど、これだな。まずはデジイチに興味はないの？大きくて重いからきっとプルプルしちゃって常に手ぶれです。まあレンズとか声出すとさらに震えそうだよな。よしよし、じゃあ食べ物の話からいきましょうか。次は先輩、ご発注ってすごいですね。棚が板チョコで埋まっちゃうなんて。見た目のインパクトはすごいよね。はい、お
おかげでお菓子作りの材料がいっぱい買えました。それならいいんだけど。真面目系の話題もちょこちょこ言えとかんとな。っていうことで、どうしよう、こっちで言えようか。国語のテストで覚えたはずの漢字がどうしても出てこないことってあるよね。わかるな、本当に。これ、あと、なんか違うな思ってたら、なんか答え見て、違ったーって変じゃない人弁だーみたいな言うこととかはよくあった。あ、すごくあります。形はなんとなく浮かぶのに、細かいところがわからなくて。そうそう、手辺と獣辺間違えてとかもな、よくあると思うんだけど。読むことはできるんですけどね。そう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 、なんとなく読めますよね。うん。でそれだと漢字じゃなくて、なんとなく似てる漢字になるからね。本当に。じゃあ食べ物行きましょうか。桃を使ったスイーツっていろいろあるけど、何が一番好き？コンポートが好きです。コンポートってなんだ？桃をシロップで煮ただけですけど、桃の美味しさを一番引き出してくれると思うんです。まあ確かに果実そのものに糖分がいっぱい含まれてますからね、桃って。なるほどね。で、孫さんな、写真はもう大概撮れてるし、恋愛行きましょうか。先輩は、私と一緒にいて楽しいですか？もちろんだよ。写真の話だけじゃなくて、いろんな話もできるし。よかった。私も、楽しいです。わお、右上のハート。失礼します。おーってな。そう言うしかないよな。体育館。お、行きましょう行きましょう。これは行かないという手はないでしょ、さすがに。あ、今。さあ、どんどん話題詰めていこう。この活発を貯めた時のイベントもね、なかなか面白いんでね。よーしよし。じゃあ、こっちから行こうか。ウィンタースポーツで一番得意なのって？スケートです。斜面がないので、自分のペースで滑れますから。なるほどね。確かに急にスピードアップしてっていうことはないですもんね。そうか、そうか。自分苦手なんだよな、正直。じゃあ、4つ集めても意味ないからな。こっちでいいか。クリスタって小さい頃、学校休みがちだったのか。体が弱かったから。けど、今はもう大丈夫なんですよ。強くはないけど、年に何回かしかお医者さんへ行ってませんから。何回かってのもまた何ともね。自分も小学生の頃は言うほど体強くなかったんですけど、言うて年に1、2回くらいじゃなかったかな。めっちゃ風邪ひいて寝込んだ時とかは年に1回あるかくらいでしたけど、そう考えるとクリスタ確かに結構頻繁に行ってる方であるよな。じゃああとは、あー、どれかやっても真面目と仲良しがどれか1個はぶられるか。じゃあカラカラからいきましょうか。その手ぶらって知ってる？何を言ってんのあんたは。あれのことじゃないよな、まさか。手ぶれじゃなく、いや、なんでもない。もうクリスタにはそういうのを覚えさせちゃいかんよ、主人公。本当に。じゃあ、学園生活の話しましょうか。今日も暑いよね。はい。暑いの苦手だから、毎日辛くて、つい図書室に引きこもっちゃいます。図書室のあの、冷房の効き具合って神ですよね、本当に。よし。じゃあ、どれか。いい感じの話題が、ないなぁ。じゃあ、せめてこっち行こうか。うちの校舎って、ちょっと古臭いなって思ってたけど、写真映えするよね。そうなんです。歴史を感じさせるところが、とっても絵になると思います。なるほどね。あ、その、もっと、先輩とお話ししたいのに。って言ってくれるの嬉しいな。また話せるの楽しみにしてます。それじゃあ、またね。
まあまあこんなに溜まれば。ストーリーイベントとフリーイベントが発生してますよ。じゃあこのフリーイベントも先にやっておきましょうか。たまには美術の本でも見てセンスを養うかとか言いながらラフ画見るつもりじゃねえだろうな。うん、教科書が落ちてる。英語文法の基礎1、数学か。いや英語だろこれ。文章ちょっと間違えてないかこれ。中等部だよな。裏に名前はない。せめてクラスが分かれば。中を覗いてみるか。アンダーラインがいっぱい引いてある。勉強熱心だな。これ多分彼女のじゃ。クリスタ、探してるのこれだろ。あ、それです。拾ってくださったんですね。ありがとうございます。けどどうして私のだってわかったんです。名前書いてなかったと思うけど。アンダーラインがグレーだった。グレーのアンダーラインって珍しいですよね。あんな色の蛍光ペンあるんだな。字を邪魔しなくていいんです。黄色やピンクは目立ちすぎて苦手で。あーまあまあ確かに目立つわな、あれは。ただ目立ちすぎるとなんか目がチカチカしますもんね。言うて今度グレーの蛍光ペン探してみようかな。絵も描きとか綺麗にまとまっててクリスタらしいって思ったよ。そんなこと。俺もグレーの蛍光ペン使ってみようかな。派手な色より勉強できる感がすげえ。勉強できそうかはわからないけど、おすすめです。それじゃあ、教室へ戻りますね。ああ、またね。教科書もモノクロームなんだな。グレーの蛍光ペンどこで売ってるかな。イオンに行ったらありそうだけど、果たして。で、誰もいないか。もうそろそろロレオのあのイベントがありそうなんですけどね。まだ先か。ということで、まあいろいろお写真撮っちゃいましたけれども。これと、これと、これとこれ？いいね。あとこれとこれと、これとこれ。いいね。じゃあ、この写真にしましょうか。よし。では、今回の実況はこれで終了いたします。ご視聴ありがとうございました。この片身でギッてつむってるあたりがね、なんか可愛らしいというか。ということで、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。次回も楽しみに。アディオス。